僕はクラゲ。はい、皆さんこんにちは、海幸 TV 始まりました。今日もよろしくお願いします。せーの、うわおうわお。だいぶ恥ずかしさがなくなってきましたが、はい、今日はですね、海の実験室ということでですね、ガジェット系でもあるんですが、今回なんとこの、これ僕の iPhone なんですけど、この iPhone を、水中に持っていける、防水ケースが、あります。 M パックという名前なんですが、これが実は、モビーズさんから発売されていましてですね、やっぱ水中写真家なんで当然普段は、大きなカメラを、一眼レフカメラとかを使っているんですけど、やっぱ気になります。これ iPhone が海に持っていけて、いろんなことができるってことは、海の楽しみがさらに広がるということになるので、今回ちょっと実際に海に持って行って、いろんなことをちょっと検証してみようかなと、思っています。本当は中古の iPhone とか、使ってね、試してみたかったんですが、それじゃ甘いと、怒られましてですね、マイ iPhone を今回、持ってきました。で、本当に水が入らないかってとか、実は一番不安視してるとこなんですけど、ちょっと信じて、体を張って、行こうかなと思いますんで、ちょっと今後僕から連絡なかったら、携帯やったなと、思っていただければと、思います。で、まずこれがどういうものかっていうのをちょっと、説明していこうかなと、思います。まずはですね、これ自体で200メーター防水になってます。はい。まあ、200メーターカメラ持っていけるわけではなく、そのぐらい水に強いですよと、一応言っています。はい。で、実際カメラを入れてスマートフォンが操作可能なのは大体30メートルまでですよということが、書かれています。なので30メートルまで実は持っていって写真が撮れたりできるっていうことなんですね。はい。でも本当に作りはすごいシンプルで、こんな感じで物持つとっても軽いです。なんで、スマートフォンのね、入れてもそんな重くなく、今までのカメラのように大きいのを持っていかなくてもいいっていうのは、すごい、便利ではあります。はい。でですね、この海に入るとですね、水って青いので、写真も真っ青になっちゃうんですね。そういう海の性質があるんですけど、特性があったりするんですけど、それを補正するために赤いフィルターまで、優しい親切に、ついています。はい。なので、これをつけることによって、その青を補正してあげて、本来目で見える色に近いものに、してくれるっていう機能もついています。はい、M パック自体の、アプリっていうのは特になくてですね、なので、自分が入っている iPhone の中のアプリをいろいろ使うことができますよというね、いろんなアプリを使って楽しんでくださいよっていうのが、このスタイルになりますですね。じゃあ実際、皆さん不安だと思うんで、どういうふうにセッティングしていくかっていうのを、お見せしていきたいと思います。まずはですね、ここにピッと、つけますね、はい、ちょっと上かな。iPhone なくすのはカメラ壊すより怖いですからね。はい。で、これを、開いてですね。で、ここを、こういう感じのケースに、なっているんで、こっちに頭から、入れていきます。ですね。ちょっと詳しいやり方はホームページとかありますんで、そちらをちょっと参考にしていただいて、ここではささっと、いきたいと思います。はい。で、ここの画面、ここがね、ちゃんと出ているのを確認して、レンズが何もかかってないのを確認してもらえれば OK ですね。あと皆さん気になるのは防水をどうしているのかっていうところなんですけど、こんな感じになってまして、折りたたみます。はい。折りたたんで、ここのマジックテープでお互いを留めます。はい。で、あと上からもう一回こうやって押さえつけるっていう感じ。これだけなんですね、防水が。はい。で、200メーターまで大丈夫って言って。正直不安しかないです。はい。不安ですね。本当に大丈夫なのかっていうところなんですね。はい。あとは、この M パックのすごいところは、ボタンが水中でも押せるってことなんですね。普通こういうのってやっぱ水圧がかかってしまうので、ボタンが押せなくなるってことになると思うんですけど、そこがこうすごくてですね、なんとここのとこふわふわしてるんですね。はい。何かというと、ゲルが
入ってるって、透明のまあ液体みたいなスライム的な多分そういうものが入ってるんでしょうね。はい。なんで水とか液体っていうのは水圧がかかっても潰れたり形を変えないので、なんでその効果のおかげで、ボタンが押せるっていうことなんですね。こうやって、押せます。はい。で、まあ、当然多分陸のようにサクサクは使えないと思うんですけど、今陸で使ってるのもちょっとボタン押しづらいかったりとか、フリックスはちょっと難しかったりとか、まああるんですけど、まあちょっと水中でその辺がどういう風に変わるかっていうのをちょっと検証していきたいと思います。今回じゃあ水中でどんなことをやろうかっていうのをちょっと考えたんですけど、まずやっぱやりたいのは写真がどういう風に撮れるか。はい。まあ僕カメラマンですし、iPhone を持っていく理由はやっぱりカメラは写真を、海の写真を撮りたいからだと思うので、まあそれがうまく撮れるのか。ということと、あとは、やってみたいことは、僕結構スノーとか好きなので、スノーとかがちゃんと顔認識して映るのか、はい。っていうのもちょっと検証してみたいですし、海だとマスクとか、してしまうんで顔認識されづらいとは思うんですが、はい。あとは、せっかくなんでライブ配信をしながら海の中に潜っていきたいなと、思っています。で、当然海の中に入ってしまえば、ね、電波が切れてしまうので、切れてしまうとは思うんですが、まあ、水面からすぐ、写真を送れたりとか、まあ、配信とかできますので、ちょっとそれもやってみたいですね。なんで僕の Facebook の方に上がってすぐ写真も投稿してみたいと思います。水面でも投稿しましたみたいのも、やりたいと思いますので、それもね、ぜひ僕の Facebook 見てもらえれば、上がっていると思います。あとやってみたいのが、例えば音楽を聴く？海の中で音楽って聞けないんですよ。ね。なんですけど、これを持っていれば音楽再生ができます。はい。なので実際どういう風に聞こえるのかっていうのも検証してみたいです。これ本当にすごい聞こえたら最高にハッピーなダイビングになりますよね。なんでそれもちょっと検証したいなと、思います。あとまあちょっと本を読むの好きなんで、水中で本を読むって結構新しいこうダイビングのスタイル、はい。ちょっと本を読みに海に行ってみようかなみたいな、そういう、もしかしたらこれがうまくいけば、そういう風にダイビングをする人もいるかもしれない。ふわふわした中で本を読んでみたいとか、その贅沢な、楽しみができるようになったりするんじゃないかな。音楽聴きながら本読むとかね、はい、そんなことできるんじゃないかなと思います。まあ、ちょっとその辺をいくつか、テストしてみたいと思いますので、水中でそれを検証これからしていきたいと思います。ということで、そろそろ海に行ってみたいと思います。今日は、今日も水に来てますが、とっても天気が良くて海も穏やかなので、いいダイビングができるかなと、思います。では、これから出発したいと思います。行ってきます。ウォー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 。はい、わー、声がちょっと通りづらいかもしれないので、では、これから実際これを持って海に入ろうと思います。実は今 Facebook のライブ配信も同時にやってますが、ドキドキ、マジ大丈夫かな、これ本当に水没したら僕のデータ全部消えるんで、バックアップ取ってないんで、マジビビってます。あー、やだなーやだなー。行ってみますか。じゃあ水面移動してね。ではこれから海に入りたいと思います。いやー、ほんと怖いんだけど、大丈夫かな。こっちがいいね。じゃあ実際潜っていきたいと思います。うわ、怖い。
僕はクラゲ。一つ夢を叶えたなら。